スペシャルの正しい使い方、教えます。はい、どうも、こんにちは、リオラです。今回の動画タイトルの、うまい人は〇〇を使いこなす。ということで、まあ、この〇〇に当てはまるのが、スペシャルです。はい。なので、今回は、スペシャルを上手に勝つために使う方法を教えたいと思います。まず、結論から話すと、スペシャルを使うときに一番重要なのが、タイミングです。で、そのタイミングがやっぱり難しいんですよね。わかります。で、僕も勝てない時はめちゃくちゃスペシャル使うのが下手くそでした。ただ今はしっかり使いこなせます。はじめは下手くそだった僕でも使いこなせるということは、皆さんも絶対に使いこなせるようになるので安心してください。ではまず、スペシャルを吐くタイミングを大きく4つに分けます。初動、打開、抑え、拮抗時。この4つです。はい。で、この4つの前に大前提なんですけど、基本的にはスペシャルは人数不利の時に吐くのはやめましょう。盤面を取るために吐くスペシャルが人数不利で吐いてしまうことによって盤面を取れる可能性が低くなってもったいないからです。はい、まあ、ただし人数不利でも刺さる場合があります。そういう状況では吐いた方がいいんですが、まあ、今回はちょっと難しいので省きますが、またいつか説明するかなと思います。ではさっきの4つのタイミングを1つずつ見ていきましょう。まず初動ですね。スプラトゥーンってゲームは初動がすごく大切です。初動勝てば最初にカウントを稼げるし、負けた側は難しくて苦手な人が多い打開からしないといけないからです。はい。なので初動でスペシャルを吐けたら初動勝ちやすくなって、まあ、すごくいいですねっていう話です。で、初動を貯めるスペシャルとしてはアーマーミサイルハイプレあたりがおすすめかなと思います。まあ、上手い人であればジェットパックを貯めやすい武器ならば貯めてもいいかなと思います。アーマーは味方全体の強化で盤面が取りやすくなってミサイルは敵の位置が分かって、キルが入りやすくなったりとか、敵が動きにくくなって、盤面が取りやすくなる。で、ハイプレは、上手い人が吐けば1キル取れて盤面が取りやすくなる。って感じですね。はい。まあ、どれも盤面が取りやすくなるっていうのが大切かなと思います。で、まあ、ただ初動吐けって言っても、貯めるのが遅かったら意味がないです。その間、味方が3対4することになるので、かなりきついです。はい。まあ、なので、貯めにくいステージとかは、貯めずに味方のカバーに行くなどの判断が大切かなと思います。まあ、これに関して詳しくはこちらで話してるので、ぜひ見てみてください。では次、打開ですね。はい。このゲームはスペシャルがないと潜伏とか塗り状況的に圧倒的に打開する側が不利です。まあ、なので打開時はしっかりとスペシャルを貯めて味方に合わせて使っていきましょうってことですね。はい。味方がスペシャルを使ったタイミングってよりは味方と一緒に前に行くタイミングって時に使えばかなり打開の成功率が上がってくるかなと思います。はい。じゃあ次に抑えですね。これは敵の打開のスペシャルに対して返してあげることによって、まあ、敵の打開を阻止するという目的です。で、まあ、そこで敵の打開が阻止できればカウントが大幅に稼げてノックアウトも狙えるっていう感じですね。で、相手はさらに打開をやり直すと。まあ、いいことしかないです。相手の打開をスペシャルで返せたら。じゃ、最後に、拮抗時。これは、お互いなかなかキルが入らない時とかに、スペシャルを吐いてあげることによって、状況を有利にするということですね。はい。これは無意識にできてる人結構いると思います。まあ、今話した4つが、スペシャルを吐く最適なタイミングかなと思います。まあ、ただ、これ以外の状況で吐いて、チームのためになるならば、全然いいかなと思います。そこは自己判断でできるようになって頑張りましょう。というわけで、今回はスペシャルを吐くタイミングについて、解説していきました。この動画が少しでもためになったなと思ったら、ぜひチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。ここからは実際にスペシャルを意識したガチマッチ解説していくので、よければ最後までご覧ください。はい、というわけでザトーマーケットのガチアサリクローズアップで今回はやっていこうと思います。はい、アーマーがすごいタイミングが分かりやすいかなと思います。初動アーマー貯めていくんですけど、自陣でチンたら貯めるんじゃなくて、ね、味方のカバーがすぐできるように前で貯めてます。はい、アーマーの目的が自分たちを強化してキルを取ることなので、アーマーがなくてもキルが取れるのであれば、最終的な目標は同じというか、キルが目的なので、こんな感じで味方と協力してキルを取っていきます。はい。はい、これで3落ちですね。で、リッターが帰って、これでアサリが入ってって感じですね。これサイドから吸盤入れようとして、入れてからアサリ入れようと思ったらちょっとロングにちょくられちゃいましたね、これ。一回インクが足りなくて、投げんのミスったのがちょっと悪かったですね。インク管理ガバガバでした。で、今回ちょっとザップ久しぶりに使ったんで、あんまり上手くないんですけど、ちょっとそこは、目つむってください。はい。ちょっとスペシャルの吐き方に注目してほしいです。はい。で、まあ一人倒して、まあ残り少しでスペシャル溜まるので、まあ、これちょっと前で溜めていけばいいかなと思って、ここでね、パブロ倒して溜めたらよかったかなと思ったんですけど、ちょっとパブロに当たらなくて、まあこれ下手でしたね。はい。まあただ味方とラインが近かったのでカバーしてくれましたね。今回だから結構デス多めになってるような気がしなくもない。で、ここは味方とライン合わせながらスペシャル貯めようと思ったんですけど、味方がアーマー吐いてくれたので、自分は貯めるの一回やめて、前に行きます。はい、で、ここですね、ここも。二人に三発ずつ当たるっていう一番最悪なことしちゃうっていうね、もう最悪やった、これは。まあ、気を取り直してやっていきましょうか。
で、サイド展開してますね。で、こっちに4つ入って、アーマー貯めてる、貯めなくてもいけるかなと思ったので、潜伏して切り取ってます。はい。こうやってアーマー絶対貯めなきゃいけないわけじゃないので、で、リッターもしつこく追いかけて、しっかり倒します。で、ここでアーマー吐くんですけど、まさかのトラップで死ぬっていうね。マジクソ、これ。ほんまにクソ、これ。何のトラップあれ。まあ、キルの仕方は良かったですね、すごく。まあ、スペシャルだけに頼るなってことですね、はい。サブスペメイン全部使える人が、勝率高いです。はい。で、しっかりサイド展開していきますね、ここも。で、まだ僕はスペシャル溜まらないので、味方に合わせて前に出ていきました。これね、こういう詰めるタイミングで、アーマー武器とか使ってると結構スペシャル溜めちゃってね、味方のカバーいけないとかっていう人多いんですけど、すごいね、それ意味ないです。スペシャル溜めることが目的になっちゃってるので、はい。スペシャルを溜めるのが目的なんではなくて、アーマーを履くのが、ん?じゃあ、キルを取って盤面を取るのが目的ってことを忘れないでください。で、アーマー溜まったので、ここでミサイルに返していくと。相手がロングだと分かったので、詰めます。はい。ロングにはね、対面勝てるので。で、対面勝って、ここですね、すぐ引けばよかったですね。潜伏して、ここね、寿司がいるって分からなくて、はい。パブロとリッターだけだと思っちゃって、こう、策的がちょっと甘かったですね。だから、こう、引くべきでしたね。はい。まあ、ただ、時間稼げて、味方が中央まで戻ってくる時間稼げて、まあ、相打ちだったので、まあ、最低限かなっていう感じですね。まあ、あれで仕事した気になって、ドヤ顔してる人とかいるんですけど、あれ死んでるんで、全然仕事できてないです。はい。最低限です、あれが。はい。勘違いしたらダメです。で、これまたサイド展開してますね。スペシャルがたまらないので。まあ、基本的にザップのアーマーは、結構勘違いしてる人いるんですけど、若葉と違ってずっと溜めて吐くっていうよりは、キルしながら溜めていくっていう感じですね。はい。溜まりそうな時に溜めて、溜まらない時はキルを狙うといった感じがいいかなと思います。で、溜まって、理想で溜めて吐くと。はい。で、アーマーつけてるので強気に対面仕掛けて。で、サイドから。アサリを入れる前に、見えてたパブロをしっかりね、倒して味方のカバーをします。で、リッターに対して圧をかけてから、アサリを入れます。で、はい、いいですね。ここでハイドラントと協力して、リッターとパブロとして、まあ、このまま、ノックアウト勝ちと、はい、非常に、形として綺麗だったかなと思います。はい。というわけで、いかがだったでしょうか。まあ、すごい、この解説分かりやすかったかなと思います。良ければね、チャンネル登録、高評価、コメントの方よろしくお願いします。で、まあ、ガチマッチの勝ち方分かんないよって困ってる友達とか知り合いとかがいたら教えてあげてください。じゃあ、今日の動画はここまでです。次回の動画でお会いしましょう。さらば。ご視聴ありがとうございました。良ければチャンネル登録、高評価、Twitter のフォローお願いします。では、次回の動画でお会いしましょう。さらば。